皆さんこんにちは、おちいらのです。今日はですね、私の殿堂入りコスメ、これだけはずっと使ってるとかリピ買いしてるとか、もうこれだけは買ったら間違いないみたいなコスメを紹介していきたいと思います。もうすぐね、9点目代わりも始まるので、それで買えるものもたくさんあるので、その参考になればいいなと思います。ちなみに今回は一切案件がないので、ガチおすすめしかありません。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速スタートです。じゃあまずアイシャドウから紹介していきます。今回ね、ベースはなんか塗る系のやつは紹介しようか迷ったんですけど、私ね、いつも動画で紹介してるのがラロッシュポジェのこれと、このディオールの00番がよく登場するかなと思うんですけど、これはいろんな人が紹介しすぎてて、わざわざ紹介するほどでもないかなと思ったので飛ばします。私的にずっと使ってる下地系はこの2つです。唯一今回ベース系で紹介するのが、じゃん、こちらカネボウフェイスアップパウダーミラノコレクションです。私の動画を見てくださってる方は紹介しすぎて知ってるよって感じかもしれないんですけど、これを紹介されてる方あんまいないかなと思ったので今回登場させてみました。なんか私、お粉だと最近の動画だとね、チャコットのやつとか、このメイクアップフォーエバーのこのサラサラみたいな白いやつとか、スナイデルビューティーのやつとかが登場したことあるかなと思うんですけど、私そもそもメイクを始めた一番最初に使ってたお粉がこれなんですね。母からの確かお下がりだったと思うんですけど、結局もういろんなの使ってもこれに戻ってくるの。もう私結構いろんなの使いたがりだから、使ってみたりとか友達のおすすめとかだったりするとすぐ借りて買ったりとかもするんだけど、結局ねこれに戻ってくるんですよ。でこれちょっとパッケージがだいぶ前のやつなんで、今年出てるやつとか今発売されてるやつとかパッケージが違うと思うんですけど、中身は一緒です。私そもそもが乾燥肌、敏感肌でめちゃくちゃ肌が揺らぎやすくって、でこれはカラーがこの一色しかないのね。確か肌をもうすっごい明るくしてくれるとか、めちゃくちゃカバー力があるっていうわけじゃないんだけど、とかめっちゃサラサラにしてくれるとかってわけじゃないけど、程よいカバー力と補正力でめちゃくちゃ肌が綺麗に見えて、でこれだけで肌が明るく見えたりとかそういうのはないんだけど、他のやつはめっちゃサラサラになるとか、めっちゃカバーしてくれるとか、いろんな秀でた特徴があるのに対して、これは全てのバランスがちょうどいい。ずっと使ってても肌荒れないし、私は肌が敏感なので、他のやつは結局長いことを使ってたり長時間使ってたりすると荒れてきちゃったりとか、ちょっとプツプツちっちゃくなんかできちゃったりとか揺らぎやすかったりするんだけど、これはマジで荒れないし、肌に優しい手法なのかな、わからないんですけど、肌もすごく綺麗に見せてくれるし、なんならお直しとか、なんか昔すごい長時間お仕事をしてる時とかで、夜アベマの生放送とかの時とか、ちょっとヨレヨレだなって思っても、上からこれパパパってしとけば全然超肌綺麗に見えるってくらい、もうこれだけでお直しが完了するコスメかなって思います。これマジでいいので、私は結局いろんなお粉を使ってきたんですけど、これに戻るなって思ったので今回選ばせてもらいました。これさ、もっとバズってていいよね。わかんない、バズってんのかな。韓国コスメのパウダー系とかも結構使ったりするんですけど、私は結局これが一番でした。お値段はちょっとするんですけど、おすすめです。全然減らないの。もうこれとか正直3年以上使ってるんですけど、こんな感じ。続きまして、チークに行きたいと思います。まず一つ目が、じゃん、こちらなくなりすぎ汚すぎって感じなんですけど、こちらのロム&のベターザンチーク02番です。これね、もう色がめちゃくちゃあって超有名なんですけど、最近チークってムース系だったりとかリキッドチークとか色々流行ってるんですけど、私はベースメイクがよれるのが、まあファンデしてないからよれるとかあんまりないんだけど、ベースメイクが動いたりしちゃったりする感じとか、あと乗せるのが結局難しくないみたいな思ったりして、パウダーに落ち着いてるんですね今。ロム&のこれはすごい薄付きなんですよ。結構重ねると濃くもなるし、パパパーだけだったら薄付きなので、すごい乗せやすいっていうのと、今日も乗せてるんですけど、すごいポワッと発色してくれるのと、これをねつけてると、私パーソナルカラーがブルベ夏なんですが、
もうこれね、めっちゃ顔が明るく見えるの。肌のトーンが本当に明るく綺麗に見える。このチークの日だけ発光してるんじゃないかぐらい肌がすごく明るく見えるので、これは本当に外せないです。ここ最近ね、ちょっと前まではこれをしばらく使ってなかったんだけど、やっぱね違う。他のチーク使う時もこれをちょっとベースに入れるだけでだいぶ肌が綺麗に明るく見えるので、私的にはめっちゃおすすめかなと思います。で、結構他の方の動画でそんなに肌の補正力はないみたいな、肌が綺麗に見える感じはないみたいな感じでおっしゃられてる方もいたんですけど、これね、私的には粉の質がすっごく細かくて、結構これだけで肌めっちゃ綺麗に見えます。あのベースメイクしてパウダーした状態で、さらにチークをしてやっとほっぺが綺麗に見えるっていうくらい、めっちゃこれは肌が綺麗に見えるなっていう感じがするので、毛穴とかも気にならないし、つるんと陶器肌に仕上げてくれる感じがあるので、私はこれすごく肌の補正力もあっていいなと思いました。色もめちゃくちゃあるので、なんか自分の肌に合った色が見つかるんじゃないかなと思います。そして2つ目が韓国コスメではないんですが、じゃん、スナイデル、あ、全部部屋が映るスナイデルスキングローブラッシュの03番です。これもね、動画でよく登場するんですけど、こんな感じのカラーです。こっちよりちょっと大人っぽいカラーになります。深めのちょっとくすみカラーなんですけど、粉の質がこっちよりもちょっと保湿感のある重ための粉質というか、これはすっごいちっちゃくパールが入ってるので肌がマジで綺麗に見える。ちょっとツヤっと見える効果もあって、本当に肌が綺麗に見えるので、最近はこれを薄くのせた後に真ん中ら辺にこのカラーをのせるのにハマっていて、両方単品でもめちゃくちゃ使えるんですけど、なんか私チークを選ぶ時のポイントは色っていうよりも肌をどれだけ綺麗に見せてくれるかっていうのもすごくポイントなので、この2つはそれがすごく特化してるかなと思いました。これも色、結構オレンジ系の色もあるので、マジで肌綺麗に見えるから一回使ってみてほしいです。本当におすすめ。ブルベの方はこの色でも、これもね、イエベの方も使えるカラーかな、ちょっとコーラルっぽさもあるのでと思います。このちっちゃいラメパールがすごく肌を綺麗に見せてくれるのでおすすめです。ちょっともう多いのでチャッチャチャッチャいきますよ。続きまして、シャドウ部門です。じゃん、まずこちらのクリオのプロアイパレットエアー04番ピンクペアリングみたいなやつです。これいろんなピンクが入ってるっていうパレットになるんですけど、ブルベ夏で結構ピンクを乗せてもそんなにザ・ピンクみたいに発色しないので、ブラウンを乗せて落ち着いた色味になるよりは、こういう薄めのピンクを使って血色感を与える方が、肌が白いっていうのもあって、ブラウンとか色味がなさすぎると結構顔色が悪く見えちゃうっていうのもあって、ピンクをのせるのが好きで、いろんなピンクコスメを使ったんですけど、結構ね、青み吸収をしちゃうでオレンジっぽく発色しちゃうものが多くて、だけどこのクリオのパレットはね、どのカラーを使っても全然青み吸収をしなくて見たままのカラーで乗ってくれるので、すごく使いやすいのと、ピンクのね、色味が絶妙に分かれてるの。もうほんとニュアンスカラーっていう感じなんだけど、なのでちょっと今日はこうしたいなっていう時にこれ1個ですごく整うし、ほとんどがマットカラーなんですよ。ラメが入ってないの、ここら辺全部。なので重ね使いにすごく使いやすくて、最近もうさ、ラメでギラギラっていう感じじゃないじゃん。ポイントでラメをのせるっていう感じのメイクが流行りかなと思っていて、そんなにギラギラしてるの私も好きじゃないので、このマットなやつで色味を整えてからポイントでラメをのせるっていうのが好きで、マットな質感で高発色なのがすごくお気に入りです。で、私敏感肌だけど、結構クリオのアイシャドウ正直言って荒れるやつもあったの。なんかラメ系のやつとかパレット系でも他のやつ荒れた時があったんだけど、これは全然大丈夫で、粉質もすごく綺麗に乗ってヨレもしないのでお気に入りです。で、ここら辺のラメもすごく綺麗だし、ここら辺のパール感のある色は涙袋に乗せてもいいし、締め色もちゃんとあって涙袋の影描くやつもあるっていう、マジでこれ1個で整うので、旅行とかにも便利かなと思います。ピンク系のシャドウでなんか青み吸収しちゃって迷ってる方とか、もう1個でいろんなピンクが欲しいって方とか、本当におすすめです。これもう本当、私はいろんなピンク系のこういう色味のやつはとことん使ってきたんですけど、おすすめです。はい、そしてもう1つが
こちらディオールのバックステージアイパレット002番クールです。これはもともとファンの方からいただいたものなんですけど、本当に良くて、何より粉質がすごく細かくて高発色で、さっきのクリオのやつと比べるとピンクの色味が結構くすんでて落ち着いてるので、デイリー使いにすごくいいかなと思います。ブラウンシャドウとして使ってもいいです。個人的にここのブラウンが赤みがあるブラウンなので、締め色として使うときに暗いブラウン、赤みのないブラウンを使っちゃうとすごく顔のトーンが落ちちゃったりとか、目元が暗くくすんで見えちゃったりするんですけど、こういう赤みのあるブラウン系を使うと締め色でも暗くなりすぎなくて、自然に締めてくれるというか、自然にメリハリを出してくれるのですごくおすすめで、これも明るいカラーから暗いカラーまで揃ってるので、一つですごく整って、マジでデイリー使いできる感じなので、デパコスでちょっとお値段するけど、マジで日常で超使えるし、あんま減らないので、粉がすごく細かくて、なので、あの、全然お値段の価値はあるかなと思います。しかもね、何気にこのベースカラーが、練りのベースカラーがついてるのも嬉しいポイントです。続きまして、ラメ部門です。じゃん、こちらアイムミミスティックシャドウシマー001番です。これは私の動画でもものすごく登場するので知ってる方もいると思うんですけど、こういうスティックタイプのラメシャドウになります。ちょっと塗ってみるとこんな感じ、こういう涙袋に使うやつですね、になります。で、こういうスティックシャドウ、涙袋に使うやつも私本当にめっちゃ使いました。正直ね、これをね、使いすぎてなんか飽きちゃって別のやつ使いたいなと思って結構挑戦するんですよ、他のやつ。まあ有名ブランドのもの、デパコスから韓国コスメまでいろんなのを使ってきたんですけど、マジでこれも結局これに戻ってくるの。これ以上にくすまなくて、よれなくて、キラキラ感が綺麗なやつがマジでなくて、これ指でちょっと伸ばしたりしてもこんな感じでよくて、こういうスティック系のやつ、時間が経つとアイラインの色味を拾っちゃうのか、シャドウがボケちゃうのか、その色自体がくすんじゃうのかわかんないんですけど、時間が経つとちょっと目の下が黒っぽく見えるなってやつとか、あとはラメ感が、あの、パール感が強すぎて逆に目がちっちゃく見えるやつとか結構いろいろあって、だけどこれはね、マジでよれないし、ラメ感も綺麗だし、黒ずまないし、本当に総合点が 100% って感じ。これのピンクも使ってたことがあるんですけど、両方いいです。マジでこれは本当に手放せない。今はあの、ベースにチャコットのコンシーラーを薄めに塗ってからこれをのせてるんですけど、それ塗らなくてこれ1本で使ってた時もあるくらい、これ1本でもしっかり涙袋を作ってくれて、スティックタイプでちょっとだけ粘度があるので、上からラメをのせた時にも、そのままの涙袋にラメをのせるよりもしっかり密着してくれる感じがあって、そういう面でもすごくおすすめです。他のやつ使ってる方、一回これ使ってみてってくらいいいです。これもなんでバツってないの、もっとって感じ。マジでめちゃくちゃいいです、手放せない。しかも薄く力入れるだけで、さーって描くだけでしっかりついてくれるので、むしろあんまりギュッてのせない方がいいかも。さってのせるくらいがすごく自然でちょうどいいので、減らない、全然。言うて私はめっちゃリピ買いしてるんですけど、減りもそんなに早くないので、コスパもめちゃくちゃいいかなと思います。これも多分韓国コスメなので9点で買えるかな。そして同じ涙袋系だと、じゃん、こちらシピシピの06番デイリーベージュです。こんな感じ。これ私もともとは妹が使ってて真似して買ったコスメなんですけど、もう妹に会うたびにマジで涙袋のラメが綺麗すぎて、毎回え、涙袋のそれどこの、だからシピシピやってっていうやりとりはリアルに10回ぐらいしたくらい、人がつけてるのを見て、え、綺麗ってなるって本物じゃん。私はそれを何回もやったんですよ、これで。で、ついに3ヶ月、4ヶ月前くらいに買ったんですけど、マジでいい。ネットの写真だとちょっとくすみカラーに見えるんですけど、全然そんなことなくて、綺麗なベージュカラーっていう感じで、他に白っぽい色味とか、あとピンクっぽいのとかあったんですけど、これが一番ナチュラルに使いやすいかなと思います。ちょっと今日のせてないので、のせると、こんな感じで、際に点置きして、指でぼかすっていうのがおすすめ。こんな感じ。わかる？伝わるかな？こんな感じ。
ほら、これが太陽に当たった時とかにすごく綺麗で、でしかもこういうスティック系のやつってすごいギラギラしすぎちゃったりとか、ラメが大きすぎるやつとかだとゴミがついてるように見えたり、それこそくすんできちゃったりするんですけど、これはそういうのが一切なくて長時間綺麗な発色でキラキラしてくれるので、それがめっちゃいいなって思いました。しかもこんな感じでちょんちょんちょんって使うからマジで減らないです。で、涙袋の際とあとは目頭とかにつけるのもおすすめ。こんな感じ、これマジでめっちゃいいです。そしてラメラスト、じゃーん、こちらのフーミーのシングルラメシャドウメリンダベージュです。結構動画だとブラウンっぽくくすんで見えるんですけど、実際は全くそんなことがなくて、ちょっとだけネットっとしてる密着感のあるラメで、こんな感じ伝わるかな、こんな感じでめっちゃラメの粒が大きいんですよ。一つ一つが大きいけど嫌な感じじゃないの。ベージュだから、白とかでこのくらい大きいラメだと結構ねギラギラしすぎちゃったり、子供っぽく幼く見えちゃったりすると思うんだけど、これはベージュカラーなので大人っぽく上品に見せてくれる大粒ラメ。そして続きましてハイライトです。まず一つ目がヒンスのライティング001番かな、このこういうスティックタイプのやつですね。これはちょっと手にいっぱい先つけちゃったから分かりにくいかもなんだけど、こんな感じ、これ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 、このツヤです。これね、しばらく使ってなかったんだけど、最近また使い始めたら、やっぱこれいいなってなりました。こういう練り系のやつ、すごい色々あるけど、なんか水分量がそんなに多すぎないけど、スルスルかけるっていう感じなので、使い勝手がいいなと思いました。この上のところとか、本当はね、この直接つけちゃダメ。こうやって、唇の上とか、鼻の先とか、顎とか、私はこのね、あの肉とかこの頬骨とかが気になるので、なるべくここには入れずに縦のラインに入れるようにしてて、これすっごいやっぱりいい。しかもこういう練り系で白っぽくなっちゃったりとか嫌なテカリに見えるやつとかもあるんだけど、これは綺麗なベージュなんですよ。私は全体を通して結構子供っぽくならないとか上品に見えるとか汚く見えないっていうのをなるべく綺麗で上品なメイクにしたいなっていうのを心がけているので、これも今までのラメもすごくベージュ系で自然に綺麗に見せてくれる感じかなと思います。こんな感じ伸ばすと密着感はあるし、ベタベタ感はないんだけど、粘度がちょっとある感じなので、私はこの上から最近は、じゃん、これちょっとデパコスになっちゃって申し訳ないんですけど、クレドポーのハイライトを乗せています。クレドポーボーって105番のハイライトです。これもファンの方からいただいて使い始めたものなんですけど、この筆でくるくるって取って乗せるとすごく綺麗で、これも本当にギラギラ感のないけど、こっちよりはラメ感のあるハイライトで、マジでめっちゃ綺麗に見えるの。今日も使ってるんだけど、このこれにこれを重ねると最強だって気づきました。これもね高いんだけど、なんかご褒美として買うとめっちゃいいと思います。こんな感じでケースもついてきて、こうやって可愛くてテンションも上がるのでおすすめです。では大本命のリップに行きたいと思います。まず今つけてるのがですね、じゃん、こちらラカのフルーティーグラムティント102番です。もう102番はこれ正直4本目5本目くらいなんですけど、マジでこのラカのフルーティーグラムティント超いいです。結構いろんなバズりコスメあるじゃないですか。これと似たようなのだったらシピシピのこのやつとか、あとは P のやつとか、ロマンドの新しいやつとか流行ってるのあって、私基本的にリップは大好きなので流行ってるものは一通り使ってみるんですけど、例えばこれとかだったら私はちょっと薬品っぽい香りが私は苦手で、あと粘土っぽいこうネチッとした質感がすごくつけ心地が私的に好みじゃなくて苦手だったんですけど、ちょっと粘土のあるティント系って本当にもういっぱい出すぎてて、もう好き嫌いの問題だと思うんですけど、これは私的にいいなって思ったのは、まず色落ちが全然しないのと、重ねて使うことでより色落ちがしなくなる、プラス落ち方が汚くないんですよ。結構乾燥してきた時に汚く落ちちゃったり、内側だけ残っちゃったり、縦じわが目立つようになっちゃったりとか、結構そういうのが韓国コスメあるあるかなと思うんですけど、これは落ち方がすごく綺麗で、私はこれ上からグロスをちょっとだけ重ねてるんですけど、一本でも割と
ツヤっぽく見えるこのジューシー感がまさにすごくいいなって思いました。でもこれはこのシリーズが良すぎて妹にも妹に合いそうなブルーベ冬なので妹は合いそうなカラーをプレゼントしたらもう妹もそれめっちゃ気に入って3つ目とかリピしてるくらい、もうこれ1回使ったらマジでめっちゃいいって言ってもまあこれも流行りすぎてみんな知ってると思うんですけど、これはマジで良かったです。で私102番のデューイが一番好きで、なんかねこれね不思議なのが手に乗せた時ちょっとだけオレンジっぽく発色するのだけど、この唇に乗せるとめっちゃブルベピンクなんだよね。赤すぎないけど薄すぎない感じで、薄く塗ったらほんのりにもできるし濃くしっかり乗せたら赤ピンクっぽくも使えるしっていう万能なカラーで、私は結局いろんなカラー111も使ったし103も使ったし他の色も結構使ったんですけど102番が一番日常使いしやすくてすごく可愛い色かなと思いました。今つけてるのがこれですね。そんなにがっつり乗せてなくて中心につけて伸ばすような感じでつけています。そしてこれと似てるのがじゃん、こちらデイジークの19番、ウィンターサングリアね。これってさもうない、もしかしてちょっと怖いんですけど、お店になかったの。ロフトに行ったらなくて、9点で見たら多分あるのかな。これ冬に限定みたいな感じで発売されてたやつで、これがマジでいい。もうカスカスよ、これ中身ないの。これよりも若干ピンク感が強くて濃いめだけど、質感はねマジで超似すぎてて、どう違いを説明したらいいのか分かんないくらい私的には質感が結構似て、こっちの方が若干粘度があるかも、ちょっとムチッとしてる感じがあるかも。でもほんと似すぎてて、ちょっと違いを紹介するのが難しいくらいなんですけど、これの方が若干青み感が強い濃いめのカラーかなと思います。でこれはマジでおすすめで、これも追加で私も9点で買おうと思ってるんですけど、パッケージもねまずラメラメで超可愛くて、私的にリップって外で塗り直すことも多いしパッケージマジで大事なので、これはすっごくお気に入りで、去年の冬はもうずーっとこれを塗ってました。イベントの時もあのポップアップですっごいたくさんおしゃべりしてリップが取りやすい状況でもずっとこれを使ってました。マジで落ちないし、これも落ち方がすごく綺麗なのでおすすめ。これもカラーがめちゃくちゃあるので自分の合う色味を探すのがいいと思います。この2つはマジでまだ買ってない方は目代わりで絶対1本ずつ買うのおすすめ。どっちかでもいいかもしれない、似てるから。だけどね韓国コスメあるあるで、公式の写真とこう塗ってみた色が違ったりするの。公式で見てめっちゃいいじゃんと思ってても届いたら結構オレンジっぽかったりするから、私はロフトとかで色味チェックして9点で買ったりします。そして今重ねてるグロスで、 YouTube でグロスをつけてる時にグロスどこのですかって聞かれる日は 100% こちらです。クラランスの02番。私はこの02番が大好きで、大好きすぎてすぐなくなっちゃうので、よくファンの方がプレゼントしてくださってすっごくありがたいんですけど、もうこれのねうるうる感にかなうものはありません。もういろんなグロス使ったんですけど、でね私リップは本当に匂いと味を重視するので、もうこの匂いが良すぎて甘くて美味しいの、うん、これめっちゃおすすめ。もうこれはもういろんな色あるし保湿力も超高い。もうこれ1本保湿で使うのでもいいし、メイク前にこれだけつけるでもいいので、これ1本持っておくと本当にいいです。色もたくさんあるので、もうこれ1本で仕上げたいよっていう方はすっごい濃いめの赤っぽいカラーがあって、それも塗ると薄付きですごく可愛いのでおすすめ。私はなんか重ね使いしたいからこのカラーを使っています。匂いもこれがねすごくお気に入りで、飴玉ですかみたいな、わかる？このチュルンっていう感じの唇になるので、結構 Vlog とかで太陽光に当たった時とかにすごく綺麗で、今まで聞かれてた時 100% これでした。てかグロスは大体これしか使ってません。そしてグロス系でいけばじゃん、こちらペリペラの06番です。これも妹から真似しました。ちょっと塗ってみた方がいいかな。これも質感がマジでこれと一緒、色がしっかりっていう感じ、泥みたいに赤いんだけど、赤黒いんだけど、これをねこうちょっと乗せてこう伸ばしてあげるとめっちゃ可愛いので、ただこれツヤンみたいな感じで見せるためには結構たっぷり乗せないとダメなんだけど、たっぷり乗せたら色がつきすぎちゃうから、こんな感じでもうチョンって乗せて伸ばすくらいがおすすめ。
じゃないと色がつきすぎちゃうから、これにグロスをこれも重ねたりしても可愛いです。グロスだけど私は色として可愛いから使ってるっていう感じです。この深い色がめっちゃ可愛くて、でこれも匂いがすごくいい感じなの。シナモンっぽい甘い匂いがしてすごくお気に入りです。だけどこれはねちょっと保湿力が高すぎてたのか若干皮むけしてきちゃう時があります。あの嫌な皮むけじゃない、脱皮みたいな時あるじゃん。もうペロンってむけちゃう時だから、もうむいちゃってそういう時はティッシュとかでペアーっと取っちゃってもう一回塗ったりするんだけど、っていうのは難点かなって思うけど、色が可愛すぎてこれはマジで100点です。1本で超可愛いって感じ。もっとあのブルベ冬の方とか濃いカラーが似合うよって方はたっぷりペタってのせても可愛いと思います。そしてこれも紹介したことがない新しいやつなんですけど、初めてのブランドなんだよね。オールマイシングストゥルービューティーキスリッププランパー04番デイオフってやつです。ちょっとパッケージが私好きじゃないんですけど、なんか女神降臨ってやつのリップなの、なんかそれらしいよ。これがこれプランパーなので、結構プランパーで、あのヒリヒリ感のあるやつで、これも塗ってみせます。マジで結構スースーしてプランパー系で色も可愛いやつ私知らなかったんだけど、これマジで良くて、トロッとしすぎてないちょっとサラッとめのグロスっていう感じなんですけど、こんな感じめっちゃ可愛くない色。あーもうスースーする。こんな感じなの。めっちゃ可愛くない色で、もうすごいスースーしてきて唇がめっちゃぷっくりするの。これも色落ちそんなめっちゃするわけじゃないので、すごいティント効果もあるしプランパー効果もあってデートとかにぴったり。パッケージが嫌なので私はこうやって使うんですけど、なんか1本でこのプルンと感もあるし色も可愛くて、でちょっと大人っぽい色味なの、赤ピンクっぽい。これねマジでブルベでもイエベでもいける色だと思う。なのでマジでデートリップって感じ、マジでめっちゃいい。ただ私さ、あのデートリップでこれめちゃくちゃおすすめで、もうすごい1本ね整うので私もお気に入りで、友達とかも勧めまくって友達も買ったりしてるくらいなんだけど、一つ疑問なのがさ、プランパーリップってキスしたら相手もスースーしちゃうのかなどうなんだろうっていうところだけちょっとスースーすると思うんですけど、それでもよければデートにはおすすめのめっちゃリップです。これ透明タイプもあるので、重ね付けで自分のお気に入りのリップとかがある方は透明タイプを使うのもおすすめで、めっちゃスースーするけど痛い痛い痛いみたいなやつあるじゃん、それほどじゃないので、日常で使いできるスースーさ、痛さなので、ぷっくり感もあるし、伝わるかな、こんな感じなので、1本でもう全部叶えたいよっていう方はこれもおすすめです。そしてラスト、これ最近買ってめっちゃお気に入りのリップです。デイジークフルーティーリップジャム12番、こちら。これマジでなんでまだバズってないのってくらいいいです。名品。これリピ買いすると思う私。ちょっと落としますね。ちょっと色が残っちゃってるんですが、なんか消した方がいいかな消し方雑ですがいいんじゃないでしょうか。手で塗るタイプのやつなんですよ。こんな感じで、結構伝わるかな、結構ねっとり柔らかい質感で、夏とか暑いところだったら溶けちゃうんじゃないかくらい柔らかめのテクスチャーで塗ってみます。これね本当にまず匂いがもう満点。あのあれと同じ匂い、ラネージュのスリーピングリップマスクのピンクと同じ匂いがします。こんな感じ。こんな感じの色味です。質感もすっごい気持ちいいの。なんかねっとりしすぎてないけど柔らかい感じで、これなんて言ったらいいんだろう、もうね他のリップにない質感で、もうすっごい気持ちいいの。塗り心地最強で、このツヤ感、ツヤ感もめちゃくちゃ好きで、結構重ねると濃く発色するんだけど、時間が経つと透け感が出てくるタイプ、透明感が出てくるタイプで、よりチュルンと見えるので、塗りたてが一番発色良くて、そんなにめっちゃ色がつくっていうわけじゃないので、私はナチュラルメイクの時とか、すっぴんでパッて出かけたい時とか、あとは家でちょっと血色感が欲しい時とか、メイクする前に
保湿力もめちゃくちゃあって、唇の環境をすごい整えてくれる感じがあるので、これ塗り始めて唇荒れなくなったくらいめっちゃいいの。だからメイク前にこれ塗って、いつもだったらあのルメール、ラメールのやつとか、あのラネージュのスリーピングマスクとかをのせてメイク開始してたんだけど、そうすると唇に血色感がなくてメイクのバランスが取りづらかったりするので、これをのせておくと程よい血色感でメイクの邪魔にはならないけど顔色はよく見えるっていうので、めっちゃメイクもしやすいし、これねお気に入りすぎて妹にもプレゼントしました。こんな感じ、すごい自然なチュルンと感、ブルベでもイエベでもいけるカラーかなっていう感じ。マジ可愛い、これ本当におすすめです。はい、そしてラスト9点で最近買ったものなんですけど、ピュアグルタチオンサプリみたいなやつ。あのよくビタミンとかみんな飲むじゃん。私あのよく流行ってるさ、なんだっけ、あのオレンジのビタミンまずいやつ、田中みな実さんとかが飲んでるやつあるじゃん。ああいうのまずいし、なんかビタミン必要あるみたいな感じで飲んだことなくて、そういう美白系のサプリとかも飲んだことなかったんだけど、これお友達が飲んでて、なんか肌の調子整うし白くなるしめっちゃいいよって言われて、でなんか白くなりたかったわけじゃないんだけど、そのタイミングで私レーザーをやってたのね、内側からも栄養入れといてこう肌を活性化しといた方がいいかなと思って飲み始めたの。こんな感じでスポイトみたいな感じになって液体が入ってるの中に、これが20本入ってます。20日分なんだけど、こんな感じで、これね本当はねこうやってつながってるの、中でつながってて、これをパキって取るんだろうけどパキッと取れないの、すっごい硬くて開けるのもちょっと硬いぐらいだから、ハサミでこうやって一個一個分けなきゃいけないのがめんどくさいんだけど、味はザクロの味らしいけど、私はね正直結構苦手な味、ちょっと苦味というか臭みのある匂いで、もう匂っちゃったら正直飲めないから、匂わずにもう流し込んでお水で飲んでるんですけど、オレンジのビタミンの飲み物よりは全然まずくないし、ジュースくらいの感じ、ちょっと栄養剤っぽいジュースって思えば全然いけるんだけど、私はこれを飲み始めて肌が白くなったかって言われると正直わからないんだけど、肌の調子がすごい整ってるなっていう感じはあります。肌荒れが起こりにくくなったというか、ちょっとツヤっぽい肌がキープされてるかなっていうのと、なんか私プツプツとかできやすくって、あの揺らぎやすい肌なんだけど、それがちょっと抑えられたかなっていう実感があるのでいいかなと思う。大事な予定の前とかは朝1個夜2個飲むのがいいらしくって、そうじゃない時は夜1個飲むだけでいいらしいです。私は夜寝る前に1つ飲んで寝ています。結構肌が整う感じはあって、美白の効果は、これを勧めてくれた友達は肌白くなったって言ってたので、多分肌も白くなるんだと思う。私は比較をしてないのと元から白い方ではあるのでちょっとわからないんですけど、肌がの調子が整う感じがあったのでおすすめです。これ私は買いだめしてます、9点で。ということで以上が今回の私のガチのおすすめコスメになります。いかがだったでしょうか。ちょっと案件なしでこういうのは紹介したかったので、9点目代わりの前に、前からこういうのやろうやろうと思ってて、気づいたら9点の目代わりが来ちゃってこういう動画を撮れないって思ってたので、やっと撮れて私的にも嬉しいです。ぜひ皆さんにあのおすすめが届いて、あのハッピーな気持ちになってもらえたらなと思います。私も9点の目代わりでいっぱいお買い物しようと思うので、また届いたらご紹介したいと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけたり、参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録とグッドボタン、コメントの方をお願いします。じゃあ、おちいらのでした。バイバーイ。